明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業は2015年の第39回世界遺産委員会でユネスコの世界遺産リストに登録された日本の世界遺産の一つであり山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島、岩手、静岡の8県に点在する。 西洋から非西洋世界への技術移転と日本の伝統文化を融合させ、1850年代から1910年までに急速な発展を遂げた炭鉱、鉄鋼業、造船業に関する文化遺産であり、稼働遺産を含む世界遺産は日本では初めてとなった。2000年代に入って、充電立ての街並みを持つ萩市や九州の自治体を、 中心に近代化産業遺産の啓発運動が行われていた。2005年7月には、鹿児島県が九州に近代化産業遺産に関するシンポジウムを開催。2006年6月には、九州地方知事会において、九州近代化産業遺産の保存、活用を各県が連携して取り組む政策テーマに決定し、九州全体の取り組みへと広がる。 同年9月に文化庁が自治体から暫定リストの公募を開始したため関係資産を有する6県8市が共同で提案を作成、同年11月に文化庁に提出する。この案では関栄八幡製鉄所東田第一コール跡旧高取家住宅が候補に挙げられていた。しかし2007年1月の結果発表では継続審議となったため、 資産を見直し同年12月に再提出した。この案では、新たに、関栄や渡製鉄所にした岸壁、旧、伊東伝萌門帝、筑豊炭鉱旧三井田川工業所、伊田立工矢倉伊田立工第一、第二煙突、新波と放題跡前田放題跡が、候補に挙げられていた。ここに挙げた資産はいずれも、2013年の暫定版。 推薦書で除外されている。2008年12月15日、文化庁が、北海道、北東北を中心とした、縄文遺跡群、宗方、沖野島と関連遺産群と共に追加申請を決め、翌2009年1月5日に、暫定リストに追加掲載された。この時の名称は、九州、山口の近代化産業遺産群、非正洋世界における。 近代化の先駆けであった。その後正式登録に向けて、2009年10月22日に、九州、山口の近代化産業遺産群、専門家委員会提言書が、登録推進協議会の諮問機関である、専門家委員会より提出され、構成資産の過剰が提言された。この提案書では、テーマ別に9つのストーリーでの構成を取った。 旧三井田川工業所、伊達港櫓、煙突ほか畜放丹田の遺産などが削除された。一方、祇園のスホ台跡と六連島灯台が追加された。ほか、跡に正式登録された三越海軍所跡や橋の、航路跡、三池炭鉱関連の三池港、鉄道時跡,跡、未来山反射路が追加されている。2013年4月には、登録推進協議会の会合で名称を、 日本の近代化産業遺産群、九州、山口及び関連地域に変更、修正した推薦書を政府に提出する。政府は同年9月17日、同遺産群を平成25年度の日本における世界文化遺産の推薦候補とすることを決定9月27日に暫定版の推薦書をユネスコに提出した。暫定版では、 構成資産自体は、正式登録されたものと同じだが、区割りが8エリア28資産であった。翌2014年1月17日には、閣議了解で、世界文化遺産への推薦を決定、一部の関連資産同士を統合して8エリア23資産とした上で、1月29日に、 明治日本の産業革命遺産九州、山口と関連地域の名称で正式版の推薦書を世界遺産センターに提出した。遺産群の中には文化財保護法対象外の稼働遺産が含まれていることから法的保護根拠の新たな解釈調整が必要となり、国内の文化遺産では初めて文化庁ではなく内閣官房によって推薦が行われた。 推薦書提出を受けて、2014年9月26日から10月5日まで、ユネスコ諮問機関のイコモスの現地調査が行われた。2015年6月28日から7月8日に開催される第39回世界遺産委員会に先立ち、イコモスは2015年5月4日に登録を勧告し、登録が確実視されることとなった。イコモスは、 明治日本の産業革命遺産製鉄、鉄鋼、造船、石炭産業への名称変更も提案したが、これは事前の打診に対して日本が同意したものであり、産業全体ではなく重工業に限定された物件であることを明記する意図による。韓国のイーニヒノエオ外交部長官は、九州、山口の近代化産業遺産群を世界遺産に登録することは、 世界遺産登録の基本精神に反するとして、以前から登録に反対を表明していた。厚生資産のうち、長崎造船所や丹島炭港など7つの施設で、第二次世界大戦中に多くの朝鮮人が徴用され、多くの犠牲者を出したというのが、主な理由であり、全23施設のうち7施設の申請撤回を求めた。また、中国外交部も、 韓国の働きかけに応じ、中国人が働かされた施設があるとして、登録反対を表明した。これに対し日本の岸田文雄外相は、この遺産群の対象年代は1850年代から1910年で、あり、徴用が行われた年代とは異なると反論した。韓国は21カ国で構成される、第39回世界遺産委員会の委員国に、 含まれており、委員会審議での紛糾も予想され、イコモスの登録勧告が行われた2015年5月以降、日韓両政府は協議を行った。韓国は、韓国の文言にある、各施設の全体の歴史を理解できるようにするという点から、全体の歴史には1940年代の徴用も含まれるという解釈を示し、 強制徴用の説明を展示に加える措置を取ることを妥協案として提示した。2015年6月21日、委員外交部長官は訪日して、岸田外相と会談を行い、明治日本の産業革命遺産の世界、文化遺産登録について協力する方針を示した。日本の政府関係者によると、日本側は歴史的な事実関係の範囲内で明示すると、 説明し、韓国側に一定の配慮を見せたという。また、韓国も、くだられ史地区の世界遺産登録を目指しているので、岸田外相は、共に協力し、両案件が登録できるよう協力することで一致したことを明らかにした。その合意は、委員会での韓国側の発言内容に踏み込むものではなかったが、6月下旬に、日本側の要求によって開示された。 韓国側の委員会発言案には強制労働の文言があった。この後は国際法でも強制労働を指す言葉として使われているため日本側は反発し首相周辺からはナツスの行為と同一視されることを懸念する声も出た。韓国は世界遺産委員会開会後に一時は決議案そのものに強制労働を明記することまで求めるなど態度を 降下させたが、その背景には、韓国国内の世論の存在が指摘されている。一方で、国内でも外務省が政治問題化する可能性があるので、明治後期の遺産を外してくれ。文部科学省からも、明治後期は教科書問題になるから外してくれとの遺願があったことを、登録推進の中心的役割を果たした、加藤康子内閣官房参与はインタビューで答えている。 開会した第39回世界遺産委員会では、日韓外相会談で日本が応援することを約束していた。韓国のくだら歴史地区の登録は全会一致で決まったが、現地時間の2015年7月4日夜に行われる予定だった、明治日本の産業革命遺産の審議は調整がつかなかったため、5日の夜に延期された。 議長国ドイツのマリア・ベーマー議長は、自国の世界遺産であるエッセンのツルフェア・イン・タン・業遺産群の例を挙げつつ、両国の調整に当たった。また、日本としては、混乱が長引いて、翌年以降に審議がずれることを回避した意向があった。その理由としては、すでに翌年の審議のために、 長崎と天草地方の潜伏キリシタンレミ遺産を推薦していて、そちらの審議に影響させたくないこと。日本の陰国としての人気が今年で切れるのに対し、韓国は翌年も陰国のままでいることなどが挙げられている。そして、7月5日、トタンバで合意が成立し遺産は登録された。日本側は韓国が主張した強制労働の表現を避けつつ、 労働を強いられた人々がいたことを表明し、韓国側も審議の場での強制労働への言及を避けた。決議案には日本の発言に留意する胸の客中がつけられた。この玉虫色の決着について日本側は強制労働を意味しないことを強調したのに対し、韓国側は日本が強制的な労役の存在を国際社会で認めたと主張した。 この決着について日本の外務省関係者からは日本での夜間の拡大を懸念する声も上がった。一連の騒動に関し朝日新聞は社説で日韓双方について実に見苦しかったと苦言を呈した。毎日新聞も社説で日韓双方の振る舞いについて互いを傷つけるだけの不毛なものと批判した。両子の社説が日韓双方に 今後の努力を求めるものであったのに対し、読売新聞の社説は、韓国側の政治工作を残念なものと指摘しつつ、日本側の妥協についても、韓国のごめ読を許した面があるとした。産経新聞も、社説で、韓国の主張や介入を批判した上で、日本の対応を行き過ぎた配慮や油断であるとし、大きな過婚を残したと批判した。イギリスのガーディアンが、 日本の施設が強制労働を認め世界遺産にと報じると、多くの欧米メディアは強制労働という文言を用いて、明治日本の産業革命遺産の登録を紹介しており、一部には奴隷労働と表現する報道もあった。世界遺産の登録後、韓国政府は松下孫塾に対しても批判の矛先を向け攻撃した。また、 韓国政府の関係者は今後日本が暫定リストに記載している金を中心とする佐渡鉱山の遺産群を推薦した場合そこでも朝鮮半島出身者の強制労働があったという認識に基づき日韓の外交問題となる可能性を示している。イコモスは明治日本の産業革命遺産の登録に際し以下の条件を提示した。島炭鉱について 優先順位を明確にした。保全措置の計画を策定すること推薦資産及び、その構成資産に関する優先順位を付した。保全措置の計画及び実施計画を策定する。今年産への悪影響を軽減するため、各構成資産における受け入れ可能な来訪者の上限数を定めること推薦資産及び、 その構成資産の管理保全のための新たな枠組みの有効性について、年次ベースでモニタリングを行うこと管理保全計画、及び地区別保全協議会での協議事項、決議事項の実施状況について、年次ベースでモニタリングを行うこと。各構成資産の日々の管理に責任を持つ、あらゆるスタッフ及び関係者が、能力を培い推薦資産の日常の保全。 管理、理解増進について一貫したアプローチを講じられる、要、人材育成計画を策定し、実施すること推薦資産に関する説明の計画を策定し、各構成資産がいかに優部に貢献し産業化の1、または2以上の段階を反映しているかを特に強調すること。また、各サイトの歴史全体についても理解できる計画と、 すること修正官及び三重海軍署跡における道路、建設計画、三池港における、新たな経流施設に関する、あらゆる開発計画及び来訪者施設の増設、新設に関する提案について、世界遺産条約履行のための作業指針に沿って、審議のため世界遺産委員会に提出することこれらを2018年の第42回世界遺産委員会で、履行を確認するため、 2017年12月1日までに進捗状況を報告するよう求めた。このうち、日本政府は、項目8の修正官と三重海軍署跡周辺での工事、項目7.8でのインタープリテーション及び、来訪者施設の一時例として、ニー山反射路におけるガイダンス施設に関する報告書をすでに提出しており、第40回世界遺産委員会での 保全状況審議で議題となる。また、保全措置計画とモニタリングについては継続中である。名称に関して、内閣官房産業遺産の世界遺産登録推進室や外務省の報道発表では、明治日本の産業革命遺産製鉄、成功、造船、石炭産業という名称を用いており、イコノスの登録勧告の際に提示された。 変更名称の訳における鉄鋼の語が成功に変更されている英語名称をサイズオブジャパンエスメージインダストリアルレボリューションアイアンスチールシップビルディングコールマイニングは登録韓国時の変更名称も登録時の正式名称も同じである構成資産地図構成資産は広範囲に点在する複数の物件をまとめて一件の 世界遺産とするシリアルノミネーションによるアプローチであり、8つのエリア全23資産により構成されている。以下で示す名称に併記した英語表記及び世界遺産登録 ID は世界遺産センターの公式サイトで公表されているものである。日本政府は伝統的なものづくりの文化と西洋技術の交流によって、 世界的にも稀な急速な近代産業化を遂げた優れた例障として世界遺産の登録基準のうちを適用できるものとしていたが実際の登録では基準の適用は認められなかったそのためこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された建物外観産業遺産情報センター登録時の条件とされた 強制徴用を含む産業遺産の歴史を伝えるガイダンス施設として内閣官房が東京都新宿区若松町に産業遺産情報センター英語インダストリアルヘリテージインフォメーションセンターを開設した2020年3月31日に開所式を行い翌4月1日から公開予定であったが新型コロナウイルス感染症の流行のため当面 休館となり、6月15日から一般公開される。ここでの展示内容は、世界遺産構成資産の紹介にとどまらず、日本の近代産業自然般に及び、時期の加減も、対象、昭和に至っている。世界遺産条約第5条にある、文化遺産及び、自然遺産の保護、保存及び整備の分野における全国的、または、 地域的な研修センターの設置という条文に基づき、世界遺産センターとして、各世界遺産ごとにビジターセンターが設置されているが、明治日本の産業革命遺産は、厚生資産が他地域に分散するシリアルノミネーションのためガイダンス施設を一箇所に集約することが難しく、厚生資産がない東京に開設されたことから、名称を含め従来の世界遺産センターとは異なる、 位置づけとなる建物は1978年築の総務省第二庁舎別館の一部を改修したもので鉄筋コンクリート造りの4階建て建築面積1081平方メートル延べ面積2781平方メートルこのうち1.2階部分を利用運営は産業遺産国民会議で初代センター長に加藤康子が就任 開館時間、十時十七時。休館、土日曜日、国民の祝日及び、年末年始。入館無料。なお、当面の間は、一日三回から選択する、事前予約制とし、希望来完備の3営業日前までの申し込み予定は、ファックスイメールで受け付ける。アクセス、大久保通りに面した、庁舎正門からは入場できない。 都営大江戸線若松川田駅川田口がある東京都道302号新宿両国線支線を新宿方面へ進み新宿区若松町特別出張所と新宿区立用町長小学校の間の路地に入り小学校北側の角にある通用門から入場する自動車、バイク、自転車の乗り入れ不可バリアフリー車椅子多用若松川田駅から徒歩約5分 産業遺産情報センターの展示内容として、かつての軍艦島住民の朝鮮人への差別はなかったとする証言が掲示されていることに対し、登録時の強制徴用を紹介するという約束が守られていないとし、高共和外務部部長が6月22日にユネスコのオードレアズレ事務局長宛てに登録取り消しの可能性の検討を含め、第44回世界遺産委員会で、 日本から忠実な措置履行を求める決定文が採択される、要する、積極的な協力と支持を要請する、胸の所感を送付し、世界遺産委員国を対象に、この事案に対する関心と理解を再考するための外交的努力を持続展開するとした。外交部は、世界遺産委員会の規定上、登録の取り消しは、遺産が毀損されたか保全に問題がある場合のみに、 可能だが、登録時に行った約束を履行しなかった場合も、取り消しが可能かを確認するため書簡を発送したと、した。僕、両宇文化体育観光部長官は、世界文化遺産としての意味を喪失したと SNS に、試験を投稿。金春沖ユネスコ大使は、世界遺産委員会では、韓国政府が要求した内容が正式に議論される、との見解を明らかにした。 この件に関して6月24日に日韓外務局長が電話会談を実施。韓国外交部の近定官アジア太平洋局長が強い遺憾と抗議の意を伝え是正を求め、日本の滝、先刺激アジア太陽州局長は犠牲者を記憶に留めるための措置としてセンターを設置したことを説明した。一方、日本政府は登録抹消の可能性は ほぼないとしている。ありがとうございます。